最海市は、長崎県西園木半島の北部に位置する市。三方を、古東灘、佐世保湾、大村湾に囲まれた西園木半島北部と周辺に点在する島からなる。ほとんどの地域がリアス式海岸で、海岸線は複雑に入り組んでいる。半島部の最高峰は、標高561メートルの長浦岳である。海岸までは、丘陵地で、 昭洋樹林、杉、檜林、果樹園、農耕地などがあり、平野部は狭い。市章は青い丸の中に、小さな白い丸が5つ、S 字に並んでいる。5つの丸は合併した5つの町を、S は再開の頭文字を表している。主な河川島再開市の地名は、町号のように合併前の町名を冠した後に、里の名称が付く。 住所表記として用いられる里の他に行政上の単位で実地会としても用いられる行政区についても記述する。合併などによる名称変更など地名の変遷は各町のページを参照のこと。旧再会町12行政区が存在する。行政区は横瀬西、横瀬東に分かれる。行政区は七釜の他に三幹部の白竹がある。 行政区は南北合わせて中浦としている。行政区は大田原、木場、川内を合わせ川内としている。以下は各号ごとに行政区が設置されている。旧西飛町行政区は磁気番号が植竹に含まれることを除けば各号ごとに設置。旧大瀬戸町大瀬戸町では里の名称に大野持長、松島、瀬戸、雪浦の旧村名を冠する。 行政区、下郷、上里行政区、柳、平荘行政区、鎌浦、本村、西泊、内浦行政区、外平行政区、番浦行政区、福島、向島行政区、下子浦行政区、派手川行政区、下山、白西平行政区、西浜、緑ヶ丘行政区、東浜、商館行政区、鉱物、藤原久吉木集落、 古田開拓地があったが現在、行政区としては数えられておらず、国勢調査も、ガツー号の一部として数えられている。行政区、ガツー行政区、上野瀬、奥浦行政区、北区行政区、小松行政区、南区、中区行政区、西区旧大島町大島町は、号を設置していなかったため、合併後も号町で唯一、号は存在しない。行政区、大島、 塩田、東能、大旅、中戸、黒瀬、浜栗、徳満、馬瀬本町1から2区、麻生東町1から2区、真米東、真米西、寺島、正子、中央、百合川丘久崎都町行政区、浅間、本町、中央、栗崎、横浦、水浦行政区、本郷行政区、江島西、江島あずま、江島浜行政区、平島西、平島あずま、 平島北五島なだ沿いの西園儀半島西部及び離島の各港は1630年代から捕鯨基地として栄えた。明治以降は石炭採掘が始まり各地の港は大いに賑にわった。しかし捕鯨産業が成り立たなくなり炭鉱もすべて閉山した現在は人口の流出が多い。市長、編集審議会、編集組織、編集庁舎、 編集消防、編集医療、編集私立かつて私立病院として、大島病院が存在したが、2011年4月に民営化され現在は、社会福祉法人福井開催会病院となっている。姉妹都市、編集交流都市、団体、編集県の機関、編集警察、編集県議会、編集国の機関、編集厚生労働招集議員選挙、 編集国際機関、編集アメリカ海軍園見竹より、松島火力発電所を展望。海に囲まれていて、沿岸漁業が盛ん。南東部の大村湾沿岸では、生小屋、柿、真珠など、北部、西部の五島どでは、荒カブ、クエ、ブリ、アワビ、イセエビ、ウニ、ワカメ、ヒジキなど、多くの水産物が漁獲される。農産物では、みかんスイカ、 最会町の茹で干し大根、大島町の完熟トマトなどが特産品として売り出されている。また、松島には電源開発松島火力発電所、大島には大島造船所、霊浦島には先と製塩所がある。県立三考再会市は長崎県教育委員会により長崎市や西園議軍と同様に県南学区に指定されており、 以下の全日政府通貨高等学校にも、志願、入試、通学が可能である。私立廃止となった中学校については、長崎県中学校の廃校一覧再開始を参照。私立廃止となった小学校については、長崎県小学校の廃校一覧再開始を参照。私立私立私立,私立市外への路線。 瀬川は帰市しない路線大島大橋温浴博物館、雪うろみ水浴場長崎バイオパーク7、津川省入道。ありがとうございます。